このコーナーは我が家つぼくらの大喜利力をアップするコーナーです。大喜利のお題に浜口鈴木拓有野そしてさやねも答えますが、4人は回答に後乗せをしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後につぼくらにも答えてもらいますが、つぼくらは一発回答のみで笑かしてもらいます、はい、その判定翔太くんお願いします。はい普通に。お願いします。お願いします。いやー、本当に。たくさんの真似しないの。俺じゃねえ。俺じゃねえ。なんで、お題です。前橋市のペンネーム、餃子の神様からのお題。相撲の土俵の真ん中に謎のボタン。うっかり踏んでしまったらどうなる？あー、知りたい。面白い。真ん中にあんね。知りたいなー。これ相撲多くないですか？毎回相撲多くないですかね。あら、気づきました。技名でしたからね。相撲どうなってしまう。うわー、これ答え被るんじゃないの。うっかり踏んでしまう。うっかり踏んでしまったらですよ。ボタンがあるんですよね。土俵の真ん中に謎のボタン、はい、ちょっと見ちゃった。あ、やっぱできた。かけましたか。早い、うん、すごい。あ、まだシンキングタイム。シンキングタイム。じゃあ浜口さんからいきますか。俺からでいい。いいですか。はい。はい。では行きます。相撲の土俵の真ん中に謎のボタン。うっかり踏んでしまったらどうなる？体が光ってしばらく無敵に。めっちゃ良い。わあ、いい。めっちゃ良い。いいな。すごい。白星。正解。正解だ。うん。素敵。しゃがんだら、あ、言わんとか。もう受けたんだらもう。いやいや。ちゃ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 。いや、いいわ。続きまして、俺ちょっと自信ないんで、俺後の方がいいと思います。じゃあ後は、はい、じゃあ有野さんいきます、相撲の土俵の真ん中に謎のボタン、うっかり踏んでしまったらどうなる？サッカー中継に切り替わる。相撲見たかったんだ。チャンネルやったんや。何回も生まれたらカチッ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 って変わる。一回相撲にも戻るんや。これも正解、はいはい、じゃあ、じゃあ俺言っといた方がいいですよね。いやそんなことないよ。いや俺言っといた方がいい。ちゃんと言っといた方がいい。続きしてあげます、はい、相撲の土俵の真ん中に謎のボタン、うっかり踏んでしまったらどうなる？はい、ボタンがへこんであとは何もなし。なんかあってくれよ。踏んだだけだった何もない。問題なれへんやんか。踏んだだけという。あれ残念。残念。天然の残念でだな。そうだな。やばい。じゃあ残念、はい、相撲の土俵の真ん中に謎のボタン、うっかり踏んでしまったらどうなる？思考が止まらなくなる。面白い。思考踏みまくん。面白い。思考踏みまくんねん。思考しか踏めなくなっちゃう。そうね。ちょっとしばらく。はい。面白い。兄弟弟子みんなやってるのかも。周りの兄弟弟子も。大体俺の前で受けるから。あのボタン踏んだ。あのボタン踏んだ。全然相撲終われへんって。思考ばっか踏み上がる。俺の前いつも受ける。さあ、最後、スモクラお願いします。土俵の真ん中に謎のボタン、うっかり踏んでしまったらどうなる？マサル氏がちゃんこ持ってくる。あ、花田さん。花田。さあ花田。どうでしたか？残念。ごつんです。残念。残念。残念。消せ消せ消せ。